加入2年目のシーズンで2年連続での優勝ということで、まずは率直な感想をお伺いしてもいいですか。いや、まあタイトルを取るっていうのは、まあどの国関係なく、まあ日本だろうがイングランドだろうが、シンガポールだろうが、やっぱ試合に勝つことも嬉しいし、まあなおかつタイトルを取って、まあその国のね一番になれるっていうのはそうそうないことなんで、まあ、そんな経験をねさせてもらって本当に幸せだなと思います。長いシーズン、印象に残る試合だったりとかありますか。まあ、個人的にやはり、最終戦の最終戦というかライオンシティセーラーズとの最終戦の、試合で点を取って勝ったというところが一番ターニングポイントになったと思うので、まあ、相手のチームにも、ね、2億円3億円の選手が、何人かいたり、外国人選手で、まあ、素晴らしい選手がいる中で、多分 J リーグの中でも FC 東京クラスの、レベルのチームだと思うので、まあ、そんなチームに勝ったってことはすごく大きかったかなと思います。今年のチームの強さはどんなところだと思いますか。まあ、仲がいいですね、本当みんな、仲がいいし、あと基礎技術が高い、変なミスをまだしない、まあ、J1 とかに比べたらね、まだまだ劣る部分はありますけど、まあ、そういった基礎技術が高いんで止める蹴るっていうところが高いからこそこう安定した戦い方ができたんじゃないかなと思います、ね、今後も2試合とシンガポールカップも含めて残りシーズンありますけど、ファンにメッセージをお願いします。まあ、やはりね、東南アジア全体、まあ、シンガポールもそうですけど、サッカーのレベルすごく上がってるんで、日本もうかうかしてたら本当あと6年とか8年、次のワールドカップあたり、日本がワールドカップに出れないかもしれないぐらいレベルが上がってきてます。まあ、そんなね、発展途上というか、まあ、今からっていうこの、サッカーのレベルを、シンガポールの、観光できた2時間をサッカーに費やしても面白いんじゃないかなと思うんで、ぜひ見に来て、足を運んでサッカーのレベルと、あと僕もサッカーやってますし、日本人がみんな頑張ってシンガポールサッカーやってるんで、応援しに来てください。